ガン国際空港は、モルディブ、アッド干渉のガン島にある国際空港。2019年6月現在、この空港はモルディブに3つある国際空港のうちの1つである。この空港は最初イギリス海軍によって建設され、後にイギリス空軍に移管された。軍事基地としては、第二次世界大戦中から1976年まで使用されていた。 イギリスがモルディブ政府に譲渡した後、この空港は国内専用の空港として使用されていたが、近年増加する観光客を受け入れるために国際空港へと更新された。この空港はかつてモルディブ政府によって運営されており、その人的基盤は2010年まで技術支援を提供するモルディブ空港株式会社の従業員に依存していた。2009年6月、 ナシード大統領の民営化政策の一環として、公営企業のガン空港株式会社が設立され、2010年1月にこの空港の運営を引き継いだ。2012年、モルディブ南部の観光産業と経済の振興のため、ガン国際空港の今後の発展と拡張を見越した新会社が設立された。新会社はガン空港株式会社、モルディブ空港株式会社、 国家貿易機構の合弁会社として設立され、社名は、アッド国際空港株式会社となった。現在、ガン国際空港はこの会社によって運営されている。2012年12月1日、ガン空港の国際空港化に際して、スリランカ航空が国際線として、初めての乗り入れを表明した。この空港の海抜は2メートルであり、 長さ3600メートル、幅60メートルのコンクリート舗装された滑走路が10、28の方角で設置されている。韓国際空港はモルディブ最南端に位置しており、1年を通して国際便、国内便ともに受け入れることができる。2011年に開催された南アジア地域協力連合サミットのために建設されたエグゼクティブターミナルは、 シャングリラビリンギリリゾートスパモルディブの宿泊者向けターミナルに改装された。これはモルディブ初のプライベートエグゼクティブターミナルである。スリランカ航空、モルディブガン空港に国際線で初の定期便を解説集4便。フライティムニュース。フライティム2019年7月19日閲覧。アクセス。シャングリラビリンギリリゾートスパまでモルディブ。 2019年7月23日閲覧。ありがとうございます。